様々な、刷毛とは、木やプラスチックなどでできた柄の先端に、多数の毛を取り付けた道具。漢字では、ブラシとも書かれる。刷毛は、液体のものを塗ったり、細かいゴミを払ったりするのに用いられる。毛を2枚の木片で挟んだ形状のものが多いが、筆と類似した形状のものもある。材料の毛は、豚やヤギ、馬などの重毛が多い。溶剤による、 環境問題への対策から、塗料の水性化が進んでおり、合成樹脂製のものも多くなっている。なお、竹製の竹化けもある。毛は和化けと洋化けに大別される。和化けは中国から伝来し、日本で改良されたものである。日本で伝統的に用いられてきた、ガ化け、のり化け、張り物化け、漆化けなどが和化けにあたる。 洋化けは、油性塗料を塗るために、西洋で使われてきたハケで、日本には、江戸時代末期に伝来した。用途に合わせた多様なハケがあり、ハケの種類は、約1200から1300種類と言われている。陶芸に用いられる上薬剥がし刷毛、表具、製本の際に糊を塗るための糊化け、紙製品の貼り付けの際に空気を取り除く、なで化けなどがある。 塗装用の刷毛約1200から1300種類ある、刷毛の種類のうち約1000種類は塗装用である。塗装用以外の刷毛日本では大阪が主産地だったが、大正時代に山崎聖三郎が愛知県天郡地目寺町に刷毛生産を持ち帰り1970年から日本一の生産量となっている。ありがとうございます。